さあ今日は川崎フロンターレ2021のトレカボックスを開封していこうと思います。負け知らず2021っていう感じなんだけど、でも結構チーム状況的には激動なシーズンだなというふうに思っていて、序盤わりかし怪我人も多かったし、で、あとオリンピックのその代表に招集されたりとか、それで主力がいなくなったりとか、で、あとね、やっぱなんといっても田中青、三苫この表紙飾ってる、海外移籍しちゃったりとかもしてるんで主力が。っていう中でも、若手がガンガン躍動、 してているるんで、ここにも収録されてるけどだからね、正直言って、どの選手のサインカードが来ても、当たりなんじゃねえかなっていうふうにはちょっと思ってますね。ということで、じゃあ早速開封していこう。じゃこういう感じで、じゃあ早速開封していきましょうか。じゃあまず一発目。あれなんかエポックだけど、カードがなんかペライな。あ、来た旗手だ開幕まず旗手です。超攻撃型サイドバック。でもこれから先どういう、ね、ポジションで起用されるか、ちょっと注目の選手ですね。 あ、マッちゃんも来ました。ベルギー席です。ベルギーへ旅立ちました。カラーの、あ、丹ノだ。孫良のあの怪我もあってね。今季出場してましたね。これちょっと裏見てみようか。あ、また光ってる。来た俺たちも登りたと。ちょっとこれ、後ろ見たいっす。データ、データだけかこれさ、2020年のデータとさ、2021のデータも用意されてんだけどさ、2021のデータが4月4日現在のものなんだよね。 始まったばっかりじゃん、シーズン。これいるこのデータ。そう、序盤そうそう、離脱してたから。ま、しょうがないけど。あ、大島だ。復活の大島です。早速活躍してましたね。さあ、続いては2パック目ですね。2パック目開封していきやすと。来たミヤテンミャンマーと日本のファーフだもんね。これからの川崎を担う。将来有望な選手です。若手です。からのピックアッププレイ。そりゃピックアップされるわな。うん、ピックアップされなきゃおかしいわ、むしろ。 カラーのキャップ。谷口翔子。カラーのノボザと、カラーのノボザ。ノボザ。あ、小塚新戦力ですね。ポテンシャルナンバーワンって言われてます。小塚は。さあ、続いてじゃあ3拍目です。3拍目開封していきます。お、ダブるね。早速ダブっていくね。やばい。とにかく得点に絡んでくる男。国士に通う国士で死ぬんじゃねえかなと思うけど、大丈夫過労死しない大丈夫か、山根。 来ました、ジョアン・シミッチ。新戦力ですね。序盤ちょっとあの、手こずってましたけども、でも少しずつね、チームに馴染んでいってますね。ピックアップそれはされますわ。ジョアン・シミッチ。大事なアンカーです。あ、注目これも大注目ですね、立花田。立花田。これも多分ピックアッププレイヤーの一人なんじゃないかな。ピックアップされなきゃおかしいんじゃないかな。からの来たわ、ダイヤ。ダイヤもピックアップですね。さ続いて4パック目ですね、4パック目、右の4。 お、山根ダブルね。ダブリ山根。お、ダブル。ダブ、ダブリジョバンシミッチピックアップ。からの、お、やっときた。ワンパクおじさん、みんな大好き、家エ家長、あ、来る前だ。センターバックね。今季センターバック一本で勝負みたいなこと言ってましたね。そね谷口はジェジエウがいるからね。結構大変なんですよね。さあ、続いて5パック目ですね。お、また家長だ。この写真かっこいいね。よーく見ると。 まあ、あ家長自体が、まあ、ま、あ絵になるっていうのもあると思うけど。で、立花だ。来た、ピックアップ来ましたそりゃピックアップされるわな。青田中。ピックアップされなきゃおかしいわ。さあ、ドイツ2部で今戦ってますね。からの田辺来ましたね。田辺も将来有望のルーキーですね。えー、19歳か。19歳。からの小か。さあ、ラスト1パック目です。えーと、あ、カイト来ました。カイト神山。 で、今度、あ、脇坂ピックアップされるか、やっぱり。そうなってくるか。川崎の河村隆一って俺言ってるけど、勝手に。まあ、間違いなくこれから先あれだよね。もう若崎の活躍次第です。もうキーマンです。キーマンって言っていいかもしれない。本当の意味でもピックアップとしては。来ました、ユーティリティ。便利屋山村。山村からの、お、発谷川達也。光ってます。まあ、光り輝いて欲しいわな。そりゃ、三島の穴を埋められるか、この人が、っていう感じだもんな。 じゃ、真ん中一ク目開封していきます。真ん中一パック目。はい、シューツ。シューツ。来たご存知小林優。やっと来ましたね。左ガッツポーツ。からの、まあ、そりゃあそうか。そりゃピックアップされなきゃなこれは無礼に当たるわ。もっとピックアップしてあげて、報道ステーションあたりで。山根を。で、お、旗てシャイニング旗て来ましたね。シャイニングホタテからの、塚川ですね。新戦力、塚川。二ク目ですね、二ク目。 来た、脇じゃかっかちゃん。脇じゃかっかちゃん。かっこいい、この写真何俺。何これ練習中だね。練習中の写真使ったりするんだ。そら公式戦出てないもんな。そりゃしょうがないか。来た、青田中。まあ、ドイツでも活躍しそうだよね。あの強烈なクロスで。車屋。塚川、結構もうダブってきましたね。さあ、続いて真ん中3パック目ですね。あ、三笘のレギュラーって初かな三笘初かなレギュラー。どうだったっけ からのピックアップ立、立花田来ましたね。で、ノボザ。からの、来ました、知念。これ、川崎秘密兵器ですね。川崎秘密兵器知念系さあ、続いて4パック目ですね。サインカードとかってさ、全然出てこないね。全然出てこないわ。立ナダピックアップ、青。もう全部出たのかなもしかして。あ、鬼木監督出て、あ、来た。JJ a エウ、やっと来たわ。来ました。アイアンウォール、JJ a エウ。そっか、まだ他にも出てないやついるか。 さあ真ん中4パック目ですね。えー、青、棚が。これはもう永遠にピックアップなんだろうな。引退まで。小林優に関しては。小林優に関しては。え、ピックアップ連続並んでる。来ました、チョンソンリョン。あれかな今季で言うとあれかなあの、秋と、秋と福森のフリーック止めたシーンが、個人的には今季1かな。あの、ドヤ顔はちょっと注目って感じだね。で、谷口が光ってます。正午は。5パック目です。もうそろんなんか出てきてもいいよな。 なんか何にも出てくる気配ないんだけど。もうそろそろ、もうあと監督だけですレギュラーカントに。レギュラーカードに関して言うならば。さあ真ん中6パック目です。さあガッツポーズコーバー。からのヤマ。えちょっと待って。あ、何にも出てこない。あ、イサカ全員出てきたね。これ初だね、イサカ全員。さあ真ん中ラスイチですもうそろなんか出てもいいだろう。ああ、これ何も出てないパターンだな。 で、光ってるもんなあ。あ、脇坂が光ってる。若崎が輝き始めました。さあ、最後左の山です。えー、じゃあ一ク目開封していきます。ちょっと素早くスピーディーに開封していこうかも。待って。なんかちょっとち、これピックアップ,プレイヤーかこれ違うか。んあれ普通のカードかこれ。あ違うサインカードでした あ、立花らいいんじゃないこれ。もうか、間違いなくこれから先、もしかしたら、日本代表にでなり得るんじゃねえのまあ、ということで、ま、サイン出ちゃったんで、まあ、残り5パックはもう、あっという間に、開けて終わりにします。そっか、レアンドロダミアン出てないわ。そういえば、今も、来てました横顔たたずみ鬼機関と浮きましたね。じゃ、残り4パックです。もう名前も呼ばないわ。もうガンガン開けて、ガンガン開けていくわ。あ、やっと来た レアンドロ・ダミアン来ました。さあ、残り3パックでございますと。はい、ジジエビ光ってます。以上。で、ここら辺もカットでいいと思うんだけどね。何にも出てこないと思うから。はい、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 よしよし。はい、ラスイチです。もう何も出てきませんと。はい、あ、光ってます。っていう感じで。 終わりました。まあ、という感じで、レギュラーカードは多分全部揃ったと思いますね。で、ピックアッププレイヤーが、あ、でもあれなんだ。レアンドロ・ダミアンってピックアップされてないんだ。もうあれか、みんなご存知だからみたいな感じかな。もう無視してんのかな、逆に。逆の意味で無視しちゃってんのかな。ジェムカードっていうのが。 4種類しかない。たった4パターンしかないわ。もうちょっと種類豊富にしてくれてもいいんじゃないと思うけどね。ちょっと見てみたかったな、ジムカードを。